いやお客さん泊まりに来まして終えましたさっき帰ってきましたよ昨日はね勤務研究所で、まあ、一緒にねお,お客さんとライブして、まあ、あのメンバーにも入っていただいて,てコンサルも受けていただいてとかで泊まりに来ていただいてあの結構飲みましたね久しぶりに焼酎飲んだね で、まあ、最後ね、あの、お客さんが言ってくれた言葉としては、やっぱその、リアルいいっすね、みたいな。うん。まあ、僕、目の前で、ね、あの、どう、あ、すみません、ちょっと仕事を動画撮っていいっすか、みたいな。なんか、やったりとかしてたんですよ。で、まあ、やっぱ、また、あの、来ます、言ってましたけど。うん。やっぱね、リアリティがないんですよ。そう。夢とか希望ってリアリティがないんですよね。 夢は夢ですから昨日夜夢見ましたけど寝てるときにそうでも現実パッ現実だみたいな現実と夢の狭間というかうんだから夢をより現実にしたいんだったらやっぱ生で見るっていうのはね結構大事だと思いますねう ま久保さんもね、積極的にお客さんと会ってね、前は、僕がね、久保さんすごいなと思ったのが、365日、毎日会ってますみたいなね、毎日リアルで会ってますっていうのはね、あと朝5時でもね、朝方2時、朝方なのかよくわかんないですけど、お客さんのそのね、都合に合わせて、とにかく会うってことをして、うーん。 やっぱね、インターネットは進んで、いろんなものは文明は進んでるんですけど、やっぱりリアルっていうのは大事ですね。うん。成功したいんだったら、成功のリアルをどんどん体験した方がいいと思いますね。うん。うやっぱ動画で見るのか、間近で動画を撮ってるところを見るのかで、多分全然違うと思うんですよ。日々ね、僕が動画を撮ってます。で、これを間近で隣で見るとか、 全然違うと思うんすよね <laughs>、うん、そうはい、いってらっしゃい